僕の刀この間まで会社のバイクだったんだけどそもそも俺これを買いに来たんだよすごく乗りやすくなりましたね。これは優しいな。このバイクは今すごく優しいですね。僕の刀と同じ。おやべえ、これね、1100台しか作られてないのよ。はい、こいつは1100っていうシリアル、最終版。大人たちの言葉に巧みに誘導されてよし、シートを改造しようと元のシートとは全く、違う姿になってしまったシートがその僕のわがままを形にするとなくなるっていう。無理でしょう。なんだよこいつ、家庭な。お、生まれた可愛い男の子ですよはい、おはようございます。見てください、昨日作業していただいてついに僕 の、 あの胸を張って言います、僕の刀この間まで会社のバイクだったんだけどで、いじっていただいた杉山さん、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。これ変わったよね。僕のテーマなんですけども、はい、ちょっと見ていただきたいのがやっぱここ、杉山さんここですよね。これファイナルの初代刀のファイナルエディションの、タンクステッカーをそのまま上から貼って、これ本当はねこの下朱色っつうんですか、あれ。そうですね、なんかね、もう赤というよりも朱色の、朱色っぽいのが鈴木ってあったのが、これを上からまんま貼り付けただけなので、これちょっとね、こじると剥がれちゃうからもう大事にしなきゃいけないんですけどもう全然雰囲気変わったでしょ、はあ、テーマがまあこれね、初代刀はこの色のスズキのロゴマークになるとファイナルエディションのイメージが出てくるんだけど、シートもそれに合わせて作っていただいたと。座る位置がねここだったんですよ、今までここら辺だったの、ノーマルは。ちょっと違うんじゃねえかっていうので、ここら辺にシッティングポイントを移して、これだから今まではこのぐらいのポジションだったんだよね、座ってる位置が。それが今もちょっとずらしてここになったので、全く今までの刀とポジションが違うっていう。これやっぱりね、今まではサスペンションの真上に座ってたから、そのサスペンションの効果が薄かった。それがちゃんとそのリアサスペンションが仕事してくれる、そうそう、稼働する、駆動する、稼働する位置にまでシッティングポジションが移ったので、ベースの S 線に近づいたかなっていうですよね。でちょっとやっぱ後ろに映ったので、今までこう反り立ってた体が若干前目にいって、まあ、ポジション的にも楽にはなったんだけれども、ペダルのね位置が後ろに座る位置が下がったので、ペダルの位置がちょっと前目になっちゃったので、今ねスーパーカブみたいなポジションになっちゃってます。タンクをねグリップする位置もおかしくなってるので、次はステップの位置を変えなきゃいかんなっていうのがちょっと思っています。あとこれね、ここ覗いていただくと、そのサスペンション変えたので、本来それの、そうね、ご依頼だったので、そうそう、そもそも俺これを買いに来たんだよここに、これこそ、このオレンジ色の、わかるかな、はい、あとこれですね、突き出しをね、1センチぐらいかな、1センチですね。トップブリッジからこのフロントフォークをね突き出して、これ普通はフラットになってるんだけど、これをちょっと1センチ突き出させて、後ろも下げたので、それにバランス合わせて前も車高下げるようにやってますね。これね、ここちょっとブラックアウトしたんですよ。普通はねここまで全部シルバーで、ここに刀のあのロゴが入ってるんだけど、ちょっとやっぱねシャープさが欠けるなと思って、ここはもうカッティングシートで潰しちゃったんだけど、やっぱこれだけでも全然イメージが変わるんですよねテーマはパッと見ノーマル、え、なんかこれ新しいの出たのかみたいなやつが一応やりたいんでね
本当にありがとうございます。おはようございます。いやいや。おはようございます。これから日本平パークウェイを抜けて国道1号線を目指したいと思います。前を走っているのは元テクの杉山社長です。あの株早いな。今改造でリアサスペンションとあとシートをですねカスタムしてもらって、初めて僕この新型カタナ、別名介護カタナに乗ったんですけれども、全く違うバイクになりました。本当にまずね座る位置が全然違うので、ライディングポジションがもう全く違うバイクになっているので、乗った感じがもう違いますね。まあ今まだ乗ってから大して走ってないんですけれども、この時点で全然違うバイクだなと思えるぐらい違うバイクになっています。で一番僕がね乗ってすぐに感じたのが何だろうな、重心の位置がすごく高かったですよね、このバイク。それが、本当にリアサス入れて、シートを改造してポジションを変えただけで、全然その、なんだろうね、重心が下の方に降りてきてくれたので、すごい、なんだろうね、コーナーも曲がりやすいというか、スーッと普通に走っていく、まあ、多分これが普通のバイクの感じかなと思うんですけども、今まではちょっとね僕の体に合ってなかったみたいなことだと思うんだけれども、すごく乗りやすくなりましたね。他のね新型刀乗ってらっしゃる皆さんってどんな感想なんだろうなと思うんだけど、僕はやっぱりちょっとまあ身長もね少し、高い方なので合わなかったのかなとか思いながら、今ね本当乗りやすいですね。スムーズ、もう介護刀にふさわしいスムーズにコーナーに入っていくバイクになりました。これは優しいな、このバイクは今すごく優しいですね。はい、でまあ、ちょっとねステップの位置がやっぱ気になっているので、これはどうしても変えたいなと思うんだけど、若干前にねステップがあるので、あなんか開けてきたぞ。あすごいな、うわー綺麗だな。静岡の清水港かな、なんだろうな、港が、そうそうステップの位置がね本当にちょっと前気味にあって、コーナーに入るたびにタンクを抑えきれずに足が開いてしまうっていう、暴走族じゃねえや、暴走族だねみたいなさ、また開いた乗り方になってしまっているので、ちょっとねやっぱりステップだけはどうしてもどこか旅の途中で変えたいなと思います。なんか乗り慣れてきたらすごくいいバイクだな、これ乗りやすいな、スムーズだし、本当ねなんか速く走るとかそういうことじゃなくて、こういう道をね気持ちよく走れるバイクに今、徐々に仕上がってます。あんまりねあと気になるところってあんまりないんだけれども、ちょっとサスペンションはやっぱり乗ってるとまだちょっと硬いのかな、どっかで直してもらおうかなと思います。でもいいなこれ、このバイク本当にいい、みんなに、乗ってほしい。特に新型刀の乗ってる人に僕のこの刀も乗ってほしいですね。どこかで機会があればお声掛けください。
国道1号に、やってまいりましたので、これから今日の目的の、ヤマハ、コミュニティプラザと、鈴木歴史館を目指してひた走ろうと思います。はい、どうも。国道1号線ってマジで何にもないんだよ俺さ、静岡って海沿いを走ってくるのかと思ったら全員山の中走ってきて、掛川市を通り、やっと岩田市に着いて、今ここにいるのが、ヤマハのコミュニケーションプラザっていうところで、中にお宝マシンがいっぱいあるので、ちょっとだけ見学させていただけるということで行きましょう。はい。やばいね。やっぱあの未来になんだよ。あれ、ちょっと見て、あれ、トヨタ2012、はい、あれはエンジンがヤマハ製なんですよ。おー。これは何年モデルのやつかな、横つ見ればわかんないけど、67年、初期型だね。これが、レスポンスの LFA ですね。今の、これ、いくらすんだろうね、今。1億ぐらいすんのかな、これ。へぇ。これはちなみに、まあ、エンジンもヤマハ製なんだけど、はい、ヤマハが、そのエグゾーストノートっつってね、はい、排気音を調律したんだよ。へぇ。だからヤマハは楽器のメーカーでしょ。はいはい、だからエンジンのエグゾーストノートってマフラーの音も調律をしたっていう車だ。すごだからこいつは音楽を聴きながら乗る車じゃないんだよ。ああ、そう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 。なるほど、そうか、レース参戦60周年記念かな。さっきちょっと聞いたらこの間中塚選手が60周記念にちょうど60勝したっていうのって、僕が大好きなねバリーシーンがこのカラーリングのヤマハに乗ったりとかね。あとこの色で言うと誰思い出すかな、平忠彦さんとか。これかな、もうちょっと後かな、平さん。カラタラロ、カラタラロ、いつもこれ言えねえんだよな、カラタラロ最近さ、はい、バイクのこと単車って言わないんだね。あ、そうですね、うん、単車っつったら何って言われたのいや、こいつがこれをいつも脅かすFJR 生産です。こんな感じなんだ、すげえ乗りやすいな、このポジション。やばいねうわーすごいなー。すいません、山田さん、ありがとうございますお疲れ様です。お疲れ様です。やってきました鈴木歴史館。なんでこんなに疲れてるかっていうと、はい、マジで今熱中症気味で炎天下の中でずっと渋滞にたまりオートバイ、ここだけの話さ、オートバイってさ違反しないと辛い乗り物だよね。わかる、言ってる意味。わかります。あの渋滞の中、はい、炎天下の中延々車の後ろについていかなきゃいけないっていうのは、はい、なかなか難しいね。いや、俺はちゃんとやってきたよ。はい。ケニー・ロバーツ・ジュニアが乗ったやつだ、2000年に。これケビン・シュワンツね。これはアメリカ人ライダー、僕が大好きなケビン・シュワンツ、34番、ね。こいつはフランコ・ウンチーニですね。ウンチーニ。別の名前だから。これフランコのチームですね。え、昭和ってこんなだったっけ何覗き込んでんのかなと思って、ね、いいなぁ、私んちなんて自転車もないのにこれ GS400 ですね。これ湘南爆走族の江口洋介のバイク。おこういうとバカッパ屋でさ、はいはい、DOHC なんだよ。みんなアホみたいに4フォアって言うでしょ、はい、4フォアってマジで遅いんだよの乗ってたんだけど俺こいつマジで速いの。およく回るエンジンでね、勝ったことないもん。サンパチじゃないこれ、ほら GT38。 これは桜井が乗ってたバイク、うん、これ桜井のことさばいくんだよね。丸はケッチだもんね。あ、そうね。アキラはバブ？アキラはバブだっけ？何でしたっけ？ね、これも刀なんだよ。へぇー。GS650 GS、これ刀って書いてないかな。
これでもこれ刀のはずなんだけどな。これはねメガゾーン2-3っていうアニメの中で乗られてるバイクだね。へえ。あ、刀。これが初代かな。おお。初代の初代ですね、これは。でもあれ、これはエンジンが黒だからファイナルエディションだな。ほら、僕の刀と同じ。お、ね、本当ですね。これちょっと待って、ファイナルエディションの。ちょっと待ってよ。あ、ファイナルエディションですね。あ、やべえ、これこれね、1100台しか作られてないのよ。はい。こいつは1100っていうシリアル。最終版。これいいな。しかもさ、走行4キロだよ。やべえ、マジで宝やん、これすげえね。あ、こっちにもあるじゃん。わあ、 GSX400。 これお友達が乗ってたんだよ、これ。これも綺麗だな。400ガンマ、これは2ストロークの 400cc の NS400R か RG400 ガンマの2台しかないね、中型で乗れる 400cc の。これインパルスだね、東京タワーってですね、言われてるバイクだね。横がね、特徴が。ああ、本当だ。まあ、売れなかったな。特徴がありすぎて。これデザイナーね、そう、ハンスムートだから刀と同じデザイナーなんだよ。お、電気バイクだって。乗ってみてえな。こうやって乗ることになるんじゃないの、これ。これってね。こう乗るよね。こんなバイクある？いやいや、これ見てみよう。椅子があそこでハンドルここだよ。ってことはこうなるってこと。ね、なるよね。また国道1号線に戻ってまいりました。この後はですね、静岡県からついに愛知県の方に、行きたいと思います。なんとか日が暮れる前までに名古屋にたどり着きたいんですけれども、すごい駆け足でね、今日ずっと静岡から名古屋までの移動なんですが、ヤマハのコミュニティプラザと鈴木の歴史館に行ったんですけども、やっぱりあれだね、刀のファイナルエディションの1100台限定の最後の1台があそこに飾ってあるって、びっくりした。あそこに飾ってあるっていうのは、やっぱね、一度は見てもいいぐらいのお宝だったんじゃないかなって気はします。あれ欲しいな、すげえな。だって本当に最後の最後の刀だからね。まあ見る人が見たら国宝級、まあ、興味ない人が見たら、あ、オートバイねみたいな感じだと思うんだけれども、ヤマハさんはね、あんまり時間がなくて本当にね、すぐ次に行かなきゃいけなかったので、本当はレーサーとかが置いてあるとこにも行きたかったんですけども、今度ゆっくり磐田に行った時に見たいなと思ってます。ウィニー・レイニーとかがね乗った、バイクがあったりとかするので、本当はもうちょっと時間がある時にゆっくり行きたいなと思います。でも本当あれだな、もうちょっとゆっくり見たいな。なんかもう旅はゆっくりに限りますね。もうちょっと走ると、なんだっけ、あ、浜名湖だね。浜名湖が見えてくるはずなんですが、これ見えてきた、海が見えてきたっていうことは、左側が太平洋、そして右側が浜名湖のはずなんですけれども、こっち側からじゃ見えねえかな。なんかもう海を見るので精一杯だな、もうな。右側が浜名湖のはずです。ここさえ渡っちまえばね、もう愛知県まではすぐそこ。ちょっと、浜名湖ですね。もうひとっ走り頑張りたいと
思います。なんだここ、なんだもう、俺どこ走ってんだろう。迷子だよ迷子。ちょっとね、気になるような制度が入ってるんで、どこですか。